11月20日27日安心の願いは叶う。ゲストはシモンズの田中由美さんです。はい、こんばんはです。こんばんは、田中由美です。もうしばらくでございました。というかね、初めて、あの、はい、FM キスですね、出していただいたんですよ。もう本当に今日の番組もね、あのすごい男子さんのおかげで。ゆみさんね、あのもう DJ やられてたんですよ ね、 そうですね。だからちょっとそれ経歴見て参ったと思いました。いえいえ、本当まだまだ楽しいので。いや、もうういういしくて、ういういしくて、ういういしです。まあ、チェンジングということでね、はい、なんかすごい願いを叶うという番組で、私は本当大好きでね、こういうのはね、はい、そうですね、願いを叶うにはどうすればいいのかをたくさんお聞きしました。でですね、あの、まあ、1970年代にこう大阪からですね、上京されて、上京しまして、はい、ギターを持ってですよね。そうですね。でも聞いたところによって、私は苦労されたのかなと思ったら、苦労なくというふうに、うん、そうなんですね。私なんかはラッキーね。私たちは苦労してるんで、3年間の活動でしたけれどもね、はい、もう本当にあのたくさんね、あの勉強させていただいたり、はい、いいことがたくさんありましたしね、はい、まあ、今まで続いたのはですね、音楽が大好きで続いたのは、もう皆さんファンのおかげでもあるんですが、作詞作曲の方々がね、西岡隆さんとかね、すごい、もう杉田二郎さんとか、もう著名な方ばっかりでね、それもラッキーな人だったなと思うんですよね。でもね、由美さんの声ね、聞かせていただいて、本当綺麗なソプラノね、あれはね、もう天性のものだと。そうですね、作ったものではないですね、はい、10代の時に ね、本当にも生まれ持ってね、お母さん、お父さんが授けてくださった声やと思ってますけどもね、もう今出しなさいって言ってもちょっとしんどいところありますけどね。今は今のね、やっぱり大人の歌になってきてると思うので、それもまあラテンとか、それからフォークソング、それからカントリーソングとかもね、交えたコンサートになってますので、皆さんね、あの楽しんでいただきたいと思いますね。あのアンチエイジングの秘訣は何なんですか？そうですね、やっぱりこう、プラス思考でね、プラス思考、チャレンジ、チャレンジ、もう皆さん、あのどんどんとね、やりたいことをね、あの思ってそれを叶えていくパワーをね、もう出していっていただきたい。そしたら絶対叶うんですよ、内側から。私も今までずっと叶ってきました。これ本当に、あのこんなお家に住みたいなって、私は今スウェーデンハウスに住んでるんですけど、そんな言うたらいけない。スウェーデンハウス、スウェーデンハウスが大好きで、で防音もできてるし、なんか宣伝じゃないんですけど、あの自分も音楽するので、スウェーデンの家ですね、スウェーデンのイメージできます。そのまま北欧のあるという感じですね。そういうのもですね、あのやっぱり欲しいなって思うことも大事ですけれども、そういう、その、どういうの、そこへ持っていく自分をね、あのこうどん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 、前向きでね、前向きにだら叶うんですよね。やりましょうね。はい、ありがとうございます。という感じで、はい、あのこんな風にパワーも私いただきました。きっとこの後夢が叶うと思います。そうです。よろしくお願いします。楽しみに。ではでは。